貧乏というのはただの状態なんだけども、それによって心、本人の心の中が地獄になっていれば、これが貧困です。誰にも話したことないんですけども、今の日本人の95%が貧乏だと思うんですけどね。まだ自分は普通だとかですね、思っている人も多いと思うんですけども、僕を含めて多分日本人の95%はすでに貧乏なんですよ。 貧困というのはですね、その意味では解釈の問題だからですね、セクハラとかいじめとすごい似てるんですね。セクハラっていうのはですね、これはセクハラですよって言ったらですね、必ずそんなもんセクハラじゃねえよバカっていうおじさんは必ず現れるんですよね。これは絶対にセクハラだっていうガイドラインを作るのも事実上不可能なんですよ。いじめもですね、いじめの事実はなかったとよく学校側が報道したりするんですけどですね、これもですね、本人の解釈の問題で顔や態度にですね、いじめられてるというのが出ないというのは 当たり前のことなんですね。そうじゃなくて、毎日明るようにしてる。だから家族も気がつかなかった。でも、本人の心の中は地獄だった。これがいじめなんですよ。貧困も同じで、 貧乏というのはただの状態なんだけども、それによって心、本人の心の中が地獄になっていれば、これが貧困です。貧乏は状態で貧困は解釈なんですよ。何を持ってるから貧困ではないんです。だから、テレビと NHK で報じられてるですね、女の子がですね、別にコピックを持ってようがですね、アニメグッズを持ってようが、これを持ってるから貧困じゃないということは、本来言えないんです、ね。それによって、本人の心の中がどうであったかなんですよ。 で、ツイッターとかでですね、こんなもの買ってやった、買ってやった、を今日は合流したって言ってるのはですね、それはいじめをやってる人のですね、ツイートを見るようなもんで、その部分だけを見てもしょうがないんですね。それによって本人の心の中が本当に真っ黒けだったら、それは貧困だろうし、それは本人の心の中が真っ黒けだったらそれはいじめなんですよね。貧乏と貧困の差っていうのはですね、何を持っているかとか、これを買ってるから貧困だ、貧乏だっていう話じゃない。 と思いますもう一つ難しいのはですね、日本はさっきも話した都市社会なんですね。つまり、貧しくても豊かな暮らしができるという社会なんですよ。キャリコっていうですね、そのゴーストタウンはですね、金も物も公共サービスも全くなかったんですね。だから、お金がないということはイコール、本当に最低の生活になってしまって、辛いことになる、貧困なんですね。アメリカにはキャリコみたいな街、ゴーストタウンじゃないんですけど、そういうの街がまだまだいっぱいあってですね、公共サービスが全然ない街もいっぱいあるんでですね、 アメリカには貧困がまだいっぱいある。お金がないと本当に生きていけないんですね。アメリカ人の決まり文句にですね、お前がそんなに賢いなら、なぜお前は金持ちじゃないんだっていう。まあ、これ決まり文句みたいなのがあるんです。どういう,う意味かっていうと、頭がいいんだったらお前金儲けてるはずだ、成功してるはずだっていう考え方なんですね。そんな考えなので、お金がないイコール貧乏ではなくてですね、お金がないイコールかわいそうな貧困だっていうのがですね、アメリカ、 人が持っている考えであって、それを僕らは輸入概念として得てしまってるもんだからですね。現在の貧困問題というのがあると思います。今のね、日本にはね金がなくてもですね。サービスとかです、ね。物ある程度あるんですね。つまり江戸時代と似てるんですよ。豊かだけど貧乏だっていうのはですね。今の現在の日本の実態。貧乏だけど、オタクグッズ買えるし、コピックを全職揃えることはできる。そういう風な貧乏人がいる。つまりコピックを。 揃えたり、オタクグッズをバカ買いできる貧乏人は山のようにいるんですね。フェラーリ貧乏という言葉があってですね。フェラーリ持ってるだけど2万円のアパートに住んでますって貧乏人がテレビに出てますけどもですね。<laughs> そういうのも当たり前なんですよ。日本人のですね、実はこれ僕のですね、解釈なんでですね、誰にも話したことないんですけども、今の日本人の95%が貧乏だと思うんですけどね。それは昭和の終わりから平成の頭ぐらいにかけて、 日本人に中流意識というのができてその中流がそこそこ豊かであったんですけどもこの30年間でですねそれがまあまあ崩れてですねまだ自分は普通だとかですね思っている人も多いと思うんですけども僕を含めて多分日本人の95%はすでに貧乏なんですよ。 ただ、貧乏だけども、豊かだから気がついてないだけでですね。俺たちはみんな貧乏なんですね、すでに。会員限定のですね、もうすぐ始まるですね、限定放送を見るのにですね、あの、500円払ってる人はですね、金持ちだから払ってるんじゃないですね。貧乏だけで豊かだから払ってるだけであってですね。<laughs> <laughs> 決してですね、私たちは貧乏人をジェット損してるわけではなくてですね。<laughs> 貧乏ながゆえに岡田としの番組に500円なんか払ってたまるかっていうですね、豊かさを持ち合わせてない人が外れていくだけであって。<laughs> まあ、ここら辺だと思うんですね。つまり何に金を払うのかとかですね、そういうふうなものっていうのは、あんまりですね、貧しさと関係ない時代に僕らはいると。貧しいんだけど豊かだっていう時代に僕らはいると。で、なので、 あんまりですね、これが貧困、これは貧困じゃないっていうのはですね、さっきも言ったように、いじめとかセクハラと同じように、本人の内面の問題、いわゆる貧乏だけど平気だったのが子供が貧乏だっていうふうなことで、いじめられると知った瞬間の親の心と同じように解釈次第の問題になってきちゃうんですね。みんな貧乏という社会ではどういうことが起こるのかっていうと、あの、ハッカーと画家っていうですね、 著作がありまアメリカ人のですね、ハッカーの人が書いた、まあ、名著なんですけども、中身がですね、翻訳したものがですね、無料でですね、全文読めるようになってますんでですね、まあ皆さんも探して読んでみてください。でそのハッカーという画家の中でですね、いじめがなくならない理由っていうのが書いてあるんですね。そのいじめがなくない理由っていうのは、閉じ込められていて逃げ場がない環境、アメリカの いわゆる中学校とかです、ね、高校みたいなものなんですけどそういうふうな部分では必ずいじめるっていうのが起こるとんでかっていうと中の人間にあまり差異が見られなかった場合閉じ込められた人間っていうのは必ず最下層の人間を見ていじめるようになるっていうもうこれは別に日本だけでなくて世界中同じなんだなっていうのがよくわかることが書いてあるんですけどもこの女子高生は貧困ですというふうに取り上げると。 でもしかし貧困というのは解釈ではないんですね。で、おまけに NHK の視聴者、NHK を見てる人の95%も貧乏なんですよ。 なので、あの番組はどんなことになってしまったのかと、貧乏人に向かって、はい、これこそ貧乏ですっていうのを放送しちゃったわけです。そうすると、周りの貧乏人は一斉にですね、この、これのどこが貧乏なんだというに決まってるんですよ。NHK の人はですね、みんな年収がですね、1000万以上の、年収が1000万以上って言ってももうすでに日本人では、日本ではどうかわかんないんですけどですね、もう日本では数少ないエリート層になっちゃったんでですね、貧乏人に向かってこれこそが貧乏ですって番組を見せちゃったらですね、それはいじめも 心というみたいなもんですね。ハッカーと画家に書いてあるように差異がない。サークルの中に違うものっていうのを見つけたり、目立たせたりしたらそこにいじめが発生するのは当たり前であってですね、えー、僕らは全員貧乏であって、豊かな貧乏人だった。何だっていう認識からスタートしないとしょうがないと思うんですね。nhk の人は未だに日本には？ 普通の人がいて、豊かな人がいて、そして貧困っていう層がいるって思ってるんですけど、多分そうじゃないですね。もう本当に困ってる、いわゆる困窮してる人っていうのはいると思いますよ。でもそうじゃなくて、貧乏っていうのは全員当たり前で、その貧乏さをどういうふうに乗り越えるのかっていうのは住んでる都市部とかもしくは友達関係によってその貧乏さ、生活レベルが変わってきちゃう。具体的に言うと、友達の中でステップバン持ってて、 車自由に使える奴がいたら、あっという間にショッピングモールとかバンバン行けて、昼間でもお金全然稼がずにそれなりに楽しい生活を送れるんだけども、友達がいなくて、その友達もほとんど車なんか持ってなかったら、すべて歩ける範囲で田舎で暮らしていかなきゃいけないから、これは本当に貧しい生活になっちゃうわけですね。豊かでない生活になっちゃう。豊かさとお金っていうのは必ずしも関係してないところ。で、おまけに全員が、ほぼ日本人の95%が、 貧乏だという前提を共有してないところからあの番組の不幸なすれ違いというのは思ったんじゃないのかな豊かで普通の私たちに比べて貧乏で困ってる人がいるよっていうですね取り上げ方自体がトンチンンなんですね僕らはみんな貧乏で困ってないだから貧困じゃないんですよ僕らはもう困る時があってですね困った時に逃げ道が見つからない時はそれが貧困なわけですねそれがニッチもサッチもいかなくてサラキンどころか闇金まで 手を出しちゃうと困窮という状態になる。貧乏、えー、貧困、困窮ですね。貧乏というのは単なる状態でこれは全員、僕ら全員が貧乏だからあんまり気にしなくていいんですよ。で、それが時によって貧困という気持ちになっちゃう時があるんですね。で、それが困窮という状態になったら、これはもう本当に救いがなくなってきちゃうんですね。貧乏でも平気だったらあんまり気にしなくてもいいんじゃないかなとは思います。